今回紹介するやつはね、捨て曲あるアルバムは僕紹介してないんで、ここで、いやーもうちょっと無理っていう拒絶反応を起こす人もいると思います。今回ですね、ヘビーメタルという音楽ジャンルについて皆さんにご紹介していきたいと思います。ヘビーメタルと聞いて皆さんは何を想像しますでしょうか？ヘビーでメタル、重くて金属。要するに、バンドの音楽ジャンルの中でかなり激しい音楽ジャンルになるんですね。で、何を隠そう、この私、ヘビーメタルを聴き続けて10年間、もう精神を全てヘビーメタルに費やしてきました。ヘビーメタルというのはですね、もう沼なんですね。とにかく、ハマる人にはハマる。なんで今回は、まだメタルを知らない人に全力でこうおすすめできるアルバムをご紹介していきたいと思います。最初にお伝えしたいんですが、今回あくまで僕がハマるきっかけになったバンドやアルバムを紹介していきたいと思います。それで行ってみましょう。冒頭でヘビーメタルを10年聴き続けてきたっていうふうに言いましたけども、じゃあその前まで何聴いてたのかというと、J-POP を聴いてたんですね。やっぱり音楽聴くときって歌聴きますよね。なんで今回おすすめするアルバムは、そういった歌を聴いて音楽を聴いてる人向けにご用意させていただきました。ではまず1枚目。こちらのアルバムです。ソナタ・アークティカ・サイレンス。このアルバムはですね、指定曲が曲もないんですよ。 J-POP を中心に聴かれている方にも耳馴染みのいいキャッチーなサビがそれぞれの楽曲に盛り込まれていて、とにかくアルバムを通して速くて激しい。もちろん中にはバラード調の曲も入ってはいるんですが、キラーチューンと呼ばれる楽曲はもうかなり速いですね。一番僕がおすすめしたい曲を紹介します。8曲目のサンセバスチャンという曲です。この曲はおそらく日本のメタル好きで聴いてない人は一人もいないと思います。歌メロがキャッチーなんです。とにかくもうメタル知らない人も絶対ハマる。これはもう僕が断言します。メタルの醍醐味とも言ってもいいギターソロ、すっごいテクニカルなギターソロが入ってきます。これがたまんないんですよね。歌はキャッチーで、しかもギターソロテクニカルで、でもテクニカルの中に聴きやすさもある。でそれに加えてキーボーディストがいるんで、キーボードもギターソロに負けられないぐらいめちゃくちゃテクニカルなプレイをかましてくるんですね。もうね、お腹いっぱいになりますね、この曲は。もうカレーライスにもうピザみたいな感じですね。まあ、例えがあってるかわかんないですけど、とにかく美味しいとこいっぱい詰まってますっていう感じの楽曲になってるんで、これをまずね、皆さんにおすすめしたいと思います。アベンジドセブンフォールド、シティオブイブ。このアルバムのですね、捨て曲が一曲もないんですよ。今回紹介するやつはね、捨て曲あるアルバムは僕紹介してないんで、安心して聴いてみてください。このバンドは先ほどのソナタアクティカとはまた違くて、ちょっとやんちゃな雰囲気をまとってるバンドになるんですね。タトゥーがっつり入ってて、でちょっとメイクもしたり、まあいわゆるバンドマンって感じの雰囲気をまとってます。で、このバンドも同じく、やっぱり歌メロがすごくキャッチーなんですね。おすすめの一曲が、ビースト&ザ・ハーロット。この曲がですね、冒頭から目まぐるしく展開していくんですね。6分弱ある曲なんですが、ひたすらいろんな展開が詰め込まれていて、もう全く飽きずに6分弱聴けちゃうんですよね。ギターソロもかなりテクニカルなんですが、味のあるギターソロを聴かせてくれるんですね。ドラムもまたこれがフレーズがすごくて、いろんなシンバルを使ったりとか、ドラマー目線からしてもかなり面白い楽曲になってます。普段 J-POP を聴かれる方は、ちょっと長くないって思うかもしれないですけども、これはマジで聴けちゃいます。チルドレン・オブ・ボドム、ヘイト・ブリーダー。はい、来ました。これはですね、かなり意見分かれると思います。っていうのも、今まで歌メロがいいものを中心に紹介してきたと思うんですが、ここに来て、デスメタルのご紹介になります。デスメタルっていうのは、デス。死人のような声で歌を歌うんですよ。ここで、いやーもうちょっと無理っていう拒絶反応を起こす人もいると思います。ただ、これハマった人はもう、仲間っすね。もうメタルの沼にハマっていましょうっていう風に言えるぐらい、まあ、ここが一つの分岐点になると思っています。今回紹介するチルドレン・オブ・ボドムというバンドは、ギターやキーボードのメロディーがキャッチなんですよ。そこが今回聴かない人にもご紹介できるポイントかなと思って選ばせていただきました。このバンドはギターボーカルという形をとっています。アレクシ・ライホっていうギターボーカルがめちゃくちゃカリスマ性がありまして、こういう風に足を立ててギターを弾くんですよ。これがやっぱり高校生の僕とかもかっこよくてしょうがなくて憧れますよね。このチルドレン・オブ・ボドムというバンドなんですが、ネオクラシカルと呼ばれることがあるんですね。このネオクラシカルとは
クラシックの音楽とロックを、まあ、融合させたもの、まあ、簡単に言うとそういうものになるんですが、これって実はメタルの中でよく見られる形なんですね。で、皆さんクラシックと聞くとなんか真面目でつまんなくて途中で眠くなるみたいな人いらっしゃると思うんですよね。で、現に僕も当時まではクラシックと聞いたらもうなんかつまんないってイメージやっぱりありました。ただこのチルドレンボルムはそのクラシックの本来持っているその旋律をギターソロなどでめちゃくちゃかっこよく再現してるんですね。ここが一味違うポイントになります。で、今回ご紹介したい曲はサイレントナイトボドムナイトという曲です。この曲始めた時、僕は人生をかけてメタルと向き合っていこうって思いました。そんぐらい僕を本気にさせてくれた音楽でした。で、この楽曲は冒頭から曲の世界観に引き込まれていきます。メロディーはネオクラシカル、まあクラシックの要素が入っていてとても聞きやすいんですが、途中からめちゃくちゃ力強い金切り声に近いようなデスボイスのボーカルが入ってくるんですね。デスメタルのイメージって世間一般ではあんまり良くない、そのイメージだけがどうしても先行しちゃってると思うんですが、実は音楽的にとても優れていて耳馴染みも良かったりとか、そういう良さがしっかりあるんですね。なのでこれを機会にデスメタルぜひ聴いてみてほしいと思います。というわけで、僕の方個人的な趣味がかなり入ってしまいましたが、まあ、自信を持ってメタルを聴いたことない人にもおすすめできる3枚のアルバムを紹介させていただきました。ぜひね、感想をコメント欄でお待ちしてますんで、ぜひお聞かせください。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。